いや、僕は文学部だけ受けるんですじゃなくて、まあ、過去も本当もう1年分とか2年分とか、まあ、最悪、まあ、解かなくても、まあ、解いた方がいいけど、ちょっとは。武田塾チャンネル。春ですね。春です ね、 ね、もうまたまた今年も受験の1年がやってきますよ。そうなんですよ、もう、ね、今だともうなんかね、花粉症みたいな感じでこうなんていうか、こう、はい、ね、頭の中がこうぐちゃぐちゃになっちゃってる人もいっぱいいると思うんで、はい、こうスッキリさせちゃおうというこの番組は、スッキリさせましょう、はいはい、この番組は何ですか、受験相 談 SOS ですね、はい。八海先生、はい、今回の質問は何ですか。今回の質問はですね、うん、早稲田ならどこでもいいやという感じで、早稲田の山岳部くらい対策するのと、うん、文学部に絞ろうという感じで、学部の対策を重点的にやるのではどちらの方が受かりやすいですか。あるね、よくあるね、この質問は。ありますね、武田塾的定説はこれは、うん、山岳部ですよね、これは。うん、間違いない。なぜなら、はい、早稲田の傾向は大抵の学部が似てるから、はい、そうです ね、はい、うん、ただ、うん、その文学部が第一志望なら、うん、文学部に傾向が似てるところを優先的に受けるべきではある。例えば、まあ、文化構想なんかもろに同じ形式で出るし、はい、でそれプラス対策が要は分野別とかが少ない教育学部とかね、うん、あの辺をもう3つ目として候補に入れるといいんじゃないかなっていうところですね、うん、確かに、まあ、やっぱりその第一志望でここやっぱり受かりたいってことで、そこはやっぱりその重点的にはもちろん武田塾もやりますけど、それでもやっぱりそのじゃ他の学部が全く違うかっていうと、そういうわけではないので、そのなんか、いや僕は文学部だけ受けるんですじゃなくて、まあ過去も本当もう1年分とか2年分とか、まあ最悪、まあ解かなくても、まあ解いた方がいいけど、ちょっとはだけど、それでもやっぱり他の学部受けた方がやっぱり受かってる子は多いかなっていうのがやっぱり印象ですね。特に早稲田は傾向が結構似通ってるんですよ。そうなんですよね、うん、結構こここだわってそこしか受けないって子がいるんですけど、僕はもう絶対受けた方がいいと思いますね実際ね、はい、何学部受けたんですか。僕は4学部ですね、うん、はい、で、どうですか、行きたい学部で一番手応えだった。いや、行きたい学部一番手応えなかったですね、当日。だから結果的に受かったんだよね受かりました、はい、受かったけど、はい、でも正直さ、はい、そこしかなかったらもうさ、精神的に終わってた可能性高い。いや、やばいですよ、本当に、うん、だから極力やっぱり第一志望の傾向から学部を選ぶべきだけど、うん、複数の学部を対策しておいた方がいいとは思います。うん、対策が増えない形でね、うん、だから学部はなるべく受けた方がいいよと、はい、ただ対策があまりにも違うところなどは、まあ、第一志望の対策よりも増えてしまうような選択にならないように気をつけようって感じですね。ね、はい、はい、ですね、学生の訓練でも受けよう、はい、費用の問題ではない気がするんですけど、ね、あ、すいません、はい、はい、今回は以上です、はい、武田塾ではこれまで紹介した参考書を含めですね、うん、まあいろいろね、全部さ、勉強法も含めいろいろ載せてるサイトがあるじゃないですか、はい、いや、もう何でも載ってますよ、あれは。あれね、逆転語学 .com っていうサイトなんですけど、それはですね、はい、こちらですね、こちらの方で、リンクで行くことができますので、あと、ちょっと、動画でね、見たい、はい、人たちであれば、こちら、はい、うん、武田塾チャンネルの登録をしてもらえればというところですね。いや、中井さん、まだあるんですよ。実は下に今度コメントなんですよ。お、はい、ああ、コメントね。そう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 、はい、受験相談 SOS の方でね、はい、コメントの方もいろいろ返しておりますので、はい、よかったらね、はい、そちらでも、質問していただければと思います。はい。